皆さん、こんにちは。今回は、2024年初夏業務スーパーのおすすめ商品を紹介いたします。ではでは行ってみよう、ゆっくりしていってね。先日初めて業務スーパーに行って、商品の豊富さ、安さに大興奮しながら買い物してきました。皆さんのこれはおすすめ、っていう商品を教えてください。丸ごといちごにダークチョコをコーティングしたスイーツ。大きさにまばらはあるけど、チョコはほろ苦くてパリパリとしていちごの酸味で後味さっぱり。チーズ&ポテトスティックはマジで最高。1本あたり16円でコスパ最強だし、ほのかにポテトとチーズが甘くてジャガイモ好きにはたまらない味。揚げる手間はあるけど、揚げたて美味しいし、ケチャップつけて食べると子供が喜んで食べてるよ。おかずだけでなく、おやつとか小腹が減った時に良さそうよね。ちゃんと牛肉と豚肉のハンバーグでふんわり柔らかくて玉ねぎも歯ごたえあって美味しい。チルドタイプだから湯煎かレンジですぐ食べれるのが嬉しい。期待してなかったけど、なかなか美味しかった。結構本格的なハンバーグって感じで、じゅわっと肉汁が溢れてほんと絶品だった。温めるだけで食べれるから忙しい時とかやる気ない時に買い置きしてる。食感はしっとり柔らかくて素朴なスイートポテト、 500g も入ってるのが嬉しい。スーパーで買ったらもっと高いと思う。電子レンジでもできるけど、卵黄を塗ってオーブンで焼くといいみたい。パンに乗っけて焼いても絶対美味しい。1本あたりがめちゃ安いからコスパいいし、お肉も柔らかくてパサつき感じなく食べれた。食べきれなかったら串から外して親子丼にしたりしてる。しっとりむっちりした柔らか食感で、そんなに脂っこさもなくてジューシー。軽く食塩の下味がついてるから、お醤油を絡めて焼くともうビールとかはかどっちゃう。もちもちの生地で解凍して巻くだけで簡単にタコスができるから、作るといっても材料は切って、あとは食べる人自身が巻くスタイルだから楽ちん。解凍してさっと焼くだけだし、1枚あたり約17円のコスパだから、パンとかピザの代わりに使ってる。トルティーヤにチーズをコーンを乗せて半分に畳んで焼いて、ケチャップつけたら子供がめちゃ食べたよ。自分で作るよりはるかに美味しい。味付けもニンニク臭くなくてご飯にも合うし、パンにもいける。レタスとゆで卵加えてパンにサンドしたらもうお店だよ。でっかい塊が3個も入って500円以下ってコスパ最高。味もいいから結構買ってる。味は醤油ベースで少しピリ辛。ボリュームがあってちゃんと豚の腸を使ってるから、パリッとした食感で肉汁ジューシーでおすすめな良コスパ品。プリプリした食感が楽しめるし、これを当てに週末は宅飲みしてる。一本食べるとむしろコスパの良さを実感できる。これ、一袋の中に別茹で不要のパスタと粉末ソースが一緒に入ってて、お湯で茹でるだけでパスタをワンパンで作ることができるの。値段は200円ちょっとだけど、2人前の分量だから1人前100円ってすごい。いいパスタが下茹で不要だから作るのがめちゃ簡単。作るとき、ベーコンも加えたりして作ってるよ。煮込むとソースが濃厚トロトロになって、パスタとよく絡んで美味しかった。2人前だけど1人でペロリだよ。ソースがかなり多いから、トーストとかにつけながら食べると満足感高い。1本あたり34円という神コスパで、焼き鳥屋に行かなくてもお家でぼんじり串が食べれちゃうのが最高。塩やレモンをかけてシンプルで食べるとめちゃ美味しかった。魚焼きグリルで焼くとこんがりと焼けるし、フライパンでも OK。 程よい脂っこさと歯ごたえがたまらない。毎日暑いからもうお家居酒屋でぼんじり食べていっぱいやるわ。この茶そばおすすめ。ちゃんと茶そばの風味がして美味しい。乾麺のそばってあまり美味しくないイメージだったけど、これは美味しかった。普通のそばより子供たちはこっちが食べやすいみたいで、程よくもちっとしてて美味しい。ほんのりお茶の香りがするおそば。コスパもいいから力してる。コシがちゃんとあって細麺で美味しいわよね。ごまとか海苔をかけてアレンジするとさらに美味しい。調理済みの商品だから、食べたい分だけ取り出してレンチンすれば OK。 スパイシーで止まらない美味しさが最高。固めのコリコリ食感で箸がどんどん進む。醤油と生姜が効いてるからもうビールのお供に最高よ。レンジだとしっとりしちゃうから、オーブントースターで焼くとカリッとしてもうおつまみにぴったり。おすすめはフライパンで蒸し焼き。味付けはポン酢がさっぱりとして最高に合う。レンチンでもいけるし、オーブンで焼いてもカリッとして美味しかった。味付けが濃いめだから何もつけずにおつまみとして食べれる。冷凍だから保存も効くし、業数行ったら絶対に買うやつ。あとも一品って時に重宝してる。ノンフライヤーで調理すると皮の油も落ちていい感じに焼ける。大きいのに安くて嬉しい。
そのまま食べてもふんわり柔らかくて美味しい。むしろ何もつけない方が美味しいのかも。ピザトーストにしたりフレンチトーストにしたりしたらもう咀嚼いらないからめちゃ食べれちゃうかも。1.8斤なんだけど、気づけばもう食べきってる。好みの厚さに切って食べれるから分厚く切ってハムチーズトーストにしたりして食べてる。ちぎって食べるとほんのり甘くて美味しいよね。耳もしっかり中はふわふわで、子供たちもパクパク食べてくれるからパンが残ったらラップに包んで冷凍してしばらく楽しんでる。味は濃いめでごぼうと人参が細かくなって入っててご飯によく合って美味しい。甘じょっぱくて生ふりかけみたいな感じで食べてる。山椒が効いててお弁当の卵焼きとかオムレツの具材にしてしてる。牛タンがコリコリしてて美味しいよ。山椒の辛さもそこまで辛くないし香りがするくらいだから美味しかった。おにぎりの具にしたりふりかけ感覚でご飯のお供にしてる。味付けも濃くてご飯とかおつまみにぴったりな味。手羽元も入ってた。味がついてるから調理が楽。揚げるだけだから何かもう一品欲しい時に便利。手羽先、手羽元毎回量が違う。味も濃すぎずご飯が進むわ。すでに味付けされてるから居酒屋メニュー食べたいって時にいつも作ってる。温布たっぷり入ってるから小腹が空いた時とかお酒のあてに助かってる。フライパンでカリッと焼いてポン酢で食べるのが好き。あとはベーコン、チーズを乗せてケチャップかけて半分に折りたんで食べるとめっちゃ美味しかった。フライパンに油を引かずに焼けるのもいいし、サクサクもっちりしてて腹持ちが良くていいよ。意外とボリューミー。レトルトカレーに何の代わりにつけて食べたけど本当美味しかった。ラー油とか醤油、ごま油で食べるのもおすすめ。家族3人で5枚を食べたら結構お腹いっぱいになった。チーズとかかず惣菜を挟んで食べても美味しかったよ。これと豚肉と白菜で八宝菜を時短で作ってるよ。野菜が切られてるから肉を足せばメイン料理になるし、中華風スープにも使える。これ使うと見た目が良くなるからよく力してる。面倒な時はもやしとか肉と焼肉のタレで炒めて完成。ほんと便利。これだけの野菜を買うとかなりの金額になるからお金も手間もかからない。これに卵入れてよく卵スープとかにもしてる。常備しておくと便利だよね。あんかけの焼きそばの具とか味噌汁にも入れたり、アレンジいろいろ。野菜を切る手間を省けるのも嬉しい。味もついてて調理済みだからトースターで焼くだけで簡単に一品できるのが嬉しい。量が入ってるからお弁当にも入れたり、うどんの上に乗せたり美味しい。おつまみにぴったりそのまま食べても美味しいし、マヨつけて食べると最高。手軽にごぼう食べれる。ごぼうがホクホクでザクザク、太めのごぼうで程よく塩がかかってるからそのまま食べれる。ビールのおつまみに最適。茹でてあるから調理が簡単にできるのが最高最高。肉じゃがに、ポテサラに、シチュー、オムレツの具にしたり、そのまま油で揚げてポテトフライにしたり、潰してコロッケ作ったり、料理の手間が省けるから家では大活だよ。皮も剥かなくていいから楽だよね。おつまみにジャーマンポテトとかあっという間にできて時短になるから楽。ポテサラもレンチンですぐにできるからあっという間。必要な分だけ使えるから冷凍庫にいつもストックしてる。使い勝手よくてストックしてる。大ぶりの身で食べ応えあるからパスタの具にしたり味噌汁に入れたり食感も美味しい。小分けの袋に入ってるからいろんな料理に使いやすいし、あさりがプリッとしてて美味しいよ。クラムチャウダー作ったりいい出汁が出るから酒蒸しとかおつまみも手軽に作れる。味も良い。臭みもなくて砂抜きの手間がないから時短になる。あさりのバター焼きとかあさりのトマトソースパスタ作ったり簡単に作れるから最高。オートミールも 500g も入って148円と税抜き。めちゃくちゃ安いからいつも買い置きしてる。オートミールはビタミンやミネラル食物繊維が豊富に含まれてて、白米やパンより低 GI 値が低いから体重を落としたいと活躍してるよ。オートミールをレンジでふやかしてお茶漬けの素をかけたりしても美味しいよ。おかゆとかおじや風にして食べてる。カロリー低いし栄養もあるからおすすめ。この鶏ごぼうご飯本当に美味しい。いろんな食感もいいし、炊き込みご飯の香りとごぼうのシャキシャキ感がいい。鶏の旨味もあって箸が進んじゃう味。二択ツイート量も結構あって満足感ある。一人の時のランチとか小腹が空いた時に冷凍庫にストックしてる。大きめなごぼうや人参、インゲン、鶏肉が入ってて和食の炊き込みご飯って感じ。トップバリューの100円の炊き込みご飯と比べるとやや劣るけど、量が 200g 入ってるから食べ応えあって好き。
めっちゃ美味しそう。さてさて、2024年初夏業務スーパーのおすすめ商品はいかがでしたか。僕は茶そばが気になりました。あと冷麺も気になる今日この頃です。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、次回の動画でお会いしましょう。